はい、今日はですね、書評を取っていきたいと思います。今日の本は、こちらですね、お客様はエコひいきしなさいという本なんですけれども、これは何かというとですね、基本的には新規顧客、顧客を差別しろということですね。新規顧客ではなく既存客を優先しろという形で、誰でもではなくてですね、ごひいきするのはもちろん、新規のお客様よりもこう既存客の中のお得意様をこう差別して、もてなしましょうということですね。そうすると利益が伸びますよというところなんですけども、なんでかというところですね。で、これはよく聞いたことあると思うんですけども、80対20の法則というパレートの法則ね、有名なものがありますけれども、基本的にはやっぱり大抵なものに働いているこの世の中の原理なんですということで、大体の企業はですね、やっぱりうちもそうなんですけども、ほとんど2割3割ぐらいの、上位顧客の方が7、8割の利益売上を作り出していると分析してみるとやっぱりそういうふうになってるんですよね、基本的には。なので、基本的にはその2割3割の方を優先していく、手厚くもてなしていくというのが当然だと思うんですけども、でも大抵の企業って実はこんな風になってないですかね。いわゆる新規病っていうんですけど、新規結構追い求めてしまうという、既存客ってね、そのほっといてもこう買ってくれんじゃねえかみたいな感じがあるので、だんだん油断してこうおろそかに なりがちだと思うんですけども、でもやっぱり結局はそのでね、やっぱ目が向きやすいので新規のお客さん獲得しないとみたいなのって、目向きやすいのでついついおろそかにしてしまいがちなんですけど、でもそんなことやってるとね、こう離れていくとか、例えば新規の人がなぜか得をしてしまうようなクーポン、そんなんばっかりやってるとか、そういうのをもし既存客の人が気づいたらですね、もうそれはお客さん離れますよね、基本的には。だからそういうことをやってしまっている会社多いんじゃないかという話を、よくありますね、これは。で、なんでお得意様をエコ利益すべきかということなんですけれども、もちろんこれでね、利益が増えると、それの方が簡単に利益が増えていくというところと、あと口コミを生んでくれる、そのいいお客さんが口コミを生むことで、その周りのお客さん、ファンのお客さんに近い層が集まってくるということで、基本的には労力対効果が大きいんじゃないかなという、その少ない労力で、一番利益に貢献する、それが、有料顧客の方をエコひいきするということなんですね。で、その事例としてですね、これが載ってたのが、この筆者がですね、牛丼屋の、例、例え話みたいな、自分が経験した話っていうのを載ってたんですけど、基本的にエコひいきこそが口コミを生むということで、自分が、この人は牛丼屋に行った時に、何回か通ってたら、裏メニューみたいなのを知らせてもらったみたいな話で、それをね、俺と一緒に行くとこんなのが食えるんだぜみたいな感じで、若い頃それを俺にしか食べられないメニューがあるんだよというのをめちゃめちゃ広めまくったみたいな、ことをね、言ったとかいう話をしてました。だからこういうとこでも当然結構身近なところですけど、そういうところでもエコ兵器がありますし、あとは、やっぱり一番有名なのはあれですかね、航空会社ですかね。頻繁にこう旅をする人なんかに向けて、だいたいランクがあってですね、4つぐらいランクがあって、で、それを持ってるカードがあってね、エメラルド、サファイアみたいなやつとかあって、それを持ってるだけで席がグレードアップされたりとか、いい席に座れるラウンジが使えるとか、あと搭乗口、通る音も違うとかね、そんなの聞いたことあるんですけど、優先されて搭乗できるのはもちろんのこと、そういうもう徹底的な区別、差別がありますよね。ビジネスファーストもそうですけども、さらにその中のグレードみたいなのがあって、そこによって徹底的に差別される。でもそれの方がやっぱりね、平等じゃねえじゃねえかって思うんですけど、やっぱりそれが利益をもたらしているので、ああいうことをするっていうわけなんですね。で、あとは身近にところでいくと、携帯会社。これも10年割引とかね、長く使ってる方にはより割引があるようになってますし、やっぱりあとはホテル業界ですね。これも僕は知らなかったんですけれども、常連さん、ホテル業界は席、
表面上満室にしてても実はちょっとだけ空き室を用意してるらしいんですね。それはなんでかっていうと、やっぱりその既存客の大事なお客様が急遽こう連絡してきて、それで空いてますよということを言ってあげるために、あえて取ってあると。だからそれがですね、結局は長期的な利益が大きいのであえて取ってあるっていうことらしいんですね。そういうのとかもそうですよね、基本的には事例としては。で、あとはやっぱり有名なのがリッツカールトンですかね。はい、リッツカールトンが、代表的なんですけども、ただリッツカールトンって世界一のこのなんかサービス、ホスピタリーみたいな言うじゃないですか。でも実はですね、この著者もそうらしいんですけど、そんなに最高のサービスを受けれなかったということを書いてあるんですね。でもなんでかというと、その一元だったからというか、まあ1回目の利用だったんで、あんまり最高のサービス受けた感じはしなかったらしいんです、その噂ほど。なんでかっていうと、リッツカールトンはやっぱりそうなんですね、ロイヤルカスタマーというか、何回も利用してるとものすごい優遇が受けれるようになるという、これはもう徹底的な差別なんですけれども、なんかですね、ドリームチーム、ロイヤルカスタマーにはドリームチームを組んでまでもエコひいきする、どうすれば喜んでいただけるかを四六時中考えるらしいんですね。一人に対して何人かのドリームチームがつくらしいんですよ、トップ顧客になると。で、それは1人あたりね、2000ドル20万円の予算が与えられたりとか、そこまでして、ロイヤルカスタマーをエコひいきする、その方が結局利益が大きいと踏んで、踏んでというか計算上出てるんでしょうけど、リッツカールトンはやってると。で、これはよくですね、コンサルタントのジェームス・スキナーという方がリッツカールトンの自慢をするんですが、あの人はリッツカールトンのロイヤルカスタマーで、まあほとんど部屋のように使ってる、その荷物とかも置いていくみたいな感じらしいんですね。その話をよく言うんですけど、もう荷物全部置いてって、次来る時にはもう全部クリーニングしたものが出されて、もうクローゼットに収まってるとか、時計置く位置まで決まってるとか、俺の部屋時計置く位置まで決まってるとか、あとはもうどこに行ってもサインをしない、そういうふうにしたという、支配人がそういうことを聞き出して、もう何回も来てるんだからいちいちサインさせんじゃねえよみたいな、もう勝手につけとけよみたいなこと言ったら、もうじゃあそうしますということで、かなり大変な、ホテルとしては大変なんですけど、もう全員が示し合わせてドリームチームを作って、おそらくそのジェームズのためにやってるんでしょうね、っていうことを彼はですね受けてるので、もうセミナーの度に言うと。これすごいですよね。だから彼の周りにもそういうVIPの経営者とかね、いっぱいいると思うんですけど、その話を聞いたら多分行きたくなると思うんですね。だからそれが口コミの効果であり、そういうトップ顧客を優遇する意味なんですよね。一般のその広く浅くね、来てくれた人全員にエコひいきをしたとしても、多分結びつかないこと多いし、その労力がかかるじゃないですか。でもこういうトップ顧客になった人をひたすらもうチームを作って優遇するってことだと、労力が少なくしてしまいますし、それが一番利益につながる。その人の周りにはたくさんの金脈が、同じようなお客さんがいる、ファンに近いお客さんがいるので、基本的にはそこを狙った方がいいという話なんですね。で、リッツだともうなんかエレベーター、リロイヤルカスタマーになると、知らないスタッフにまで名前呼ばれるとか、部屋番号をね、覚えてるスタッフが勝手にボタンを押してくれる、ちょっと気持ち悪い感じもするんですけど、部屋にはもういつも飲んでる飲み物が置いてあるとか、あとは到着時間伝えてないのに空港までリムジンが迎えに来たとか、なんか、サービスでチョコレートが出てきて、自由の女神のね、チョコレートが出てきて、顔にそのお客様の顔写真が貼ってあったと。気持ち悪いですけどね、これは。はい。で、何も言ってないシェフがその好物のタイ料理を作ってくれたとか、コーヒーメーカー、世界中どこへ行っても自分が使ってるコーヒーメーカーが置いてあるとか。いや、すごいですよね、これ。本当に。考えられないですけど、もう、そういう風になるらしいですね、ロイヤルカスタマーになると。で、それがもう虜になって、もう他には行けないよということになってしまうということらしいです。これはもう、仕組みになっているということですね。で、その、まあ、これをやるのは、基本的にはでもそういう大企業よりもですね、むしろやっぱり中小企業の方がこれは重要なんじゃないかなって話をしていて、まあ大企業だとね、ある程度そこまでやらなくても、まあ、成り立つところはあるじゃないですか、規模の経済でね、ある程度大きく。でも中小企業はそれがもう生命線で、既存のお客さん気に入ってる方がもう生命線なので、そこをエコひいきしなくてどうするんだということで、新規ばっかりそんな取ってるわけにもいかないですし、その地域、エリアが限られたところだと、もう新規なんで限られてると思うので、難しいですしね。なので、基本的には、ちっちゃい会社ほど、そういう、自分たちの会社の有料顧客をガシッと掴んで、エコひいきをする
濃いファンにして、その濃いファンの周りの方を連れてきてもらうというようなことをやるのがいいんじゃないかなというふうに、やっぱりこの本を読んで改めて思ったところですね。はい。で、まあどうすればいいかというところですね。なんでそこが結構難しいのが、例えばその社長とかね、おかみさんみたいな人が、できる人だったら、多分そのね、いつもありがとうございますみたいな感じで特別なサービスをするとか、もう名前とか顔とか好みとか覚えててやるっていうのができると思うんですけど、でもそれってちょっと会社にするとね、属人化するというか、人に頼っててなかなか難しいじゃないですか。将来性がない、広がりがない、その人がいなかったらダメだし、その人がいなくなっちゃったらもう全然回らないっていうことになっちゃうので、そうはしないためにも、システムを作る、仕組みにするということが大事だということを書いてあります。データベースを作るとか、だからこの人の好みをね、そのデータ化して、誰が見ても、誰がアルバイトの人が見てもそういうふうに対応できるように、リストを作って、そしてそのマニュアルとか仕組みを作るというところまで落とし込むということが、大事だというふうに、言われています。なので、そうですね、基本的にはそういう部分からでいいと思うんですけれども、実践もするのがいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ簡単に読める本なので、おすすめいたします。ありがとうございます。